では、えっと性染色体について説明しますね。性染色体ね。実はね。まあ1900年1900年ぐらい頃からね。あの他の染色体となんかちょっと違うなーってね。染色体に生物学者は気づいてて、実はその他の染色体とちょっと違うなーって。染色体はね。実は性別の決定に関わる染色体だったんだね。で、その性別の決定に関わる性染色体の持ち方によって。 いろんな性別が決まるんだけど、まあ、大きく、ね、タイプがあるからちょっと一つ一つ見ていこう、まあ、初めに話しておくけどここ,に示されたここに示された性決定の方式以外にもいろんな性別の決定の仕方がが、ね、生物界に保存されてるからあのほんのこれは、ね、一部です性別の決定の仕方ってあんまり強い選択圧かからなかったんだね、まあ、性別が決まればどんな、ね、どんな仕組みでもインダーぐらいの,、ね、あの,進,化をあの進化をしてきましたでは上半分オスヘテロ型って言いますヘテロっていうのは違うものって意味です違うもの同士って意味です XY 型見てみると X 選手体を2本持つ生き物はメスになって X 選手体と Y 選手体を1本ずつ持つ生き物はオスになりますねこんな XY 型の生き物症状場合とメダカなんかがいますね,ねオスが X と Y で違うよね,ねだからオスヘテロオス違う型っていうんだね XO 型この O っていうのは医学用語で何にもないよう意味する記号です X 選手個体を2本持つ生き物はメスに X 選手体を1本しか持たないものはオスになりますねここ何にも持たないようね O 添縮体っていうのをここに持ってるわけじゃなくて何も持たないよ X x があるねないねこれこれをね一応ヘテロって考えてね X 染縮体があるね何にもないねヘテロだなね違うなって意味でまあこれもオスヘテロ型に加えてますね X 染縮体を1本しか持たないものはオスになるこんなふうな風な正決定の方式を XO 型って言いますバッタなんかが XO 型の例です下半分はメスヘテロ型メス側がね違った種類の染縮体を持ちます ZW 型は Z 染色体を2本持ったらオスに、ね、Z 染色体と W 染色体を持ったらメスになります。カイコガーとかね、こカイ,ねカ,イカイコガーね、カイコガカイコガとかニワトリなんかがね、この ZW 型です。XY と同じじゃんと思わないで、ね。同じ染色体を持ったやつはメスになる。こっちは同じ染色体を持ったやつはオスになる。ね、オスとメスが逆になってるよね。ZO 型、Z 染色体を2本持ったらオス、Z 染色体を1本しか持たなかったらメスになります。ね、これもね、X 型と同じようにね、ZO ってね、ZO、Z がある。ね、 何にもないっていう意味でこれもメスヘテロ型メス,がちメスが違うよメスヘテロ型っていうふうに含めます ZO 型ミノガがんかが例ですねでこんなふうにねあの分類してるけど実はね、X、例えば XY 型って症状疾と人が入るじゃんだけど同じ症状疾と人 XY 型だけど XY 型の中にまたさらに仕組みがあるんですよ例えば人って、えっと、Y 染色体にオスカイ電子が 入ってて Y 染色体を持ったら体がオス化するけどだから症状倍って Y 染色体には性決定に関わる遺伝子はねあんまもうほぼないね特にない特にないって言われてるんだねだからね症状倍と人の間ですら性決定の方式が違うだからこれ難関大受けると注意してほしいけどリード文にそれヒント書いてあるからちゃんとリード文から読み取ってあこの生き物はこういうふうに性別が決まってるんだなってね試験当日にあの法則性を見出す必要があるんでちょっと注意しておきましょうね覚悟しておきましょうまたあとねちょっと面白いんだけど 症状疤のオスとかカイコのメスとかって減数分裂時のの染色体の交差が起こんないんでですよでそれなんでかっていうと例えば、まま、もちろんねなん、えっと、でかっていう答えはもちろん出せないけどこのね症状疤の X と Y の染色体の間で交差が起きちゃってなんかねあの遺伝子が混ぜ合わされてね訳のわかんない染色体が生まれちゃったら大変だからだから症状疤のオスってもう全ての染色体で交差が起きないように。 あの抑制をかけてるなんてふうに言われてますね。症状倍のオス、カイコのメス。確かにどっちもあのこのヘテロの状態だよね。ねここでこの違った種類の染色体の間で組み換えが起こってわけのわかんないねあの生殖体がねあええ乗り換えが起こってわけのわかんない染色体が生まれちゃったら大変だからねカイコのメスとか症状倍のオスとかは全染色体でえくえ,え交差を生殖体の交差を抑制してるなんて説があります。これはねまあ普通リード文に示される普通リード文に。 示されるけど、まあ一応ねあの頭の片隅に難関大受ける人はえっと入れておきましょう。性決定に関するお話でした。